ララミールイゾはコロラド北東に広がる白亜気候期の地層。1876年にクラレンス・キングによって命名された。沿岸平野と西部内陸海路の沿岸湿地の古環境を保存している。石炭、粘土、ウラニウム、恐竜をはじめとする動植物の化石を保存している。ララミールイゾはデンバー盆地の縁を取り巻くように広がる。その厚みは 盆地の西側で120から150メートル、東側で60から90メートルである。フォックスヒルズ砂岩の上、アラパホー類層の下に堆積する。この地層は、砂岩、粘土、石炭を含んでいる未命名の下層と、くすんだ色の泥岩、砂岩、薄い石炭床で構成された上層とで、区分することができる。1888年、エルドリジは、 コロラド州デンバーの地層のいくつかの相除学的特徴の詳細について論文を表した。デーガンに保存された鉄鉱石のノジュールは植物化石を残していること、いくつかの砂岩中の堆積物は西の形質火山に由来するものであることが報告されている。ララミール位層に保存された石炭と粘土は経済的に重要であった。 粘土採掘は1877年にコロラド州ゴールデンの町で始められた。そして20世紀中頃まで続けられた。ほとんどの粘土は建材としてのレンガやタイルの製造に利用された。この層から1884年から1979年に、かけ約1億3000万トンもの荒れ規制炭が採掘されたと見積もられている。 ほとんどが地層下部からの採掘だった。石炭層が比較的平らで穏やかに真摯している地点では炭鉱の大部分は地下掘削であった。石炭層が垂直に急傾斜している地点ではストップ掘削が用いられ比較的少ない面積での採掘が行われた。ララミール層はウラニウムの産地でもある。冷電炭鉱は石炭採掘のついでにウラニウムも 製品としていた。ウラニウムは、ウィールドカントリーとグローバーにかかる層の砂岩に保存されている。ララミール層で発掘されたトリケラトプスの頭骨。この属では最も古い時代のものである。コロラド州グリーリーのコートハウスに展示されている。ララミール層の化石石椎動物1号は、1873年にコープと アメリカ地質学研究所の平田所長によって、アメリカ西部で見つけられた恐竜のものだった。探検のルートは、デンバー盆地の東側のバイジョークリークに架かる、現在のララミールイソで、コープが標本を採掘したコロラド東部を含んでいた。コープは、記載論文を書かずに3種の恐竜に名前を与えた。キノドンアルクタトゥスシナドンアークタッチズ。 ポリオナクスモルトゥアリウスパリワンクスモーテシューリアス、そしてアガタウマスミロアガタアマスマイロ、あとのハドロサウルスオキシデンタリスハドローソリスオキデンタリス。これらの標本はアメリカ自然史博物館に所蔵されている。これらの標本は非常に粗末なものだったのでもはや模式標本として有効とは考えられていない。この地層での恐竜の発見は続き、 トリケラトプスのほぼ完全な頭骨や恐竜以外の脊椎動物も見つかった。ありがとうございます。